中学漢字を3つ説明します。まず1つ目は漏水。例文はパイプから漏水する。漏水の意味は水が漏れることです。2つ目竹かご。例文は竹かごを編む。竹かごの意味は細く割った竹などを編んで作ったかごのことです。3つ目はふもと。例文はふもとまで無事たどり着く。ふもとの意味は山の下の方で次第になだらかになっていった部分を言います。